ございます。ネトリは音を取るという意味で、小七力流的の各館の主管と呼ばれるリーダーが調子を合わせます。白昼という楽曲は西暦700年代初め、元明天皇が即位された折に作曲された楽曲であると伝えられています。次に千秋楽という楽曲を演奏します。よくお芝居や相撲の最終日に千秋楽という表現をしております。その由来はこの楽曲であると伝えられています。お寺や神社での法への作法の終わりにこの楽曲が用いられたそうです。それではお聴きください。Thank you.
皆さんいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。これにて池上雅楽会の演奏を終了いたします。今後もより稽古を重ねてまいりたいと思います。今宵は誠にありがとうございました。